ブラッドリッジ、ブラッドリー・トーマス・リッジ、ブラッドレー・トーマス・ブラッドリッジ、1976年12月23日帯は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身の元プロ野球選手、投手の MLB ドラフトでサンフランシスコジャイアンツから42巡目で指名されたが、契約せずにノートルダム大学へ進学。 2は80.1等球回で93個の三振を奪い8勝2敗を記録、ビッグイーストカンファレンスの最優秀投手に選出される。同年の MLB ドラフト1巡目、全体17位で、ヒューストンアストロズから指名レプロ入り。マイナー時代に度重なる故障を経験し、開幕までに4回の手術を受けている。4月26日の対アトランタブレーブス戦において、 メジャーデビューを果たし、には、抑えのビリー・ワグナーにつなぐ中継ぎ投手として活躍。が前年に記録したシーズン登板数、球団新人記録に並ぶ78試合に登板し、28ホールドを記録。被打率は、202で、リーグの新人投手の中で最も低かった。シーズン終了後の新人王投票でも5位に入っている。リッチをクローザーとしても使えると見た球団は、 ワグナーをシーズン終了後の12月にトレードで放出。当初はセットアッパーとして起用されたが、抑えのオクタビオドーテルをシーズン途中6月にトレード移籍させ、その後はリッチが中継ぎから抑えに転向。この年は29セーブを挙げた。リリーフ投手としてのシーズン157奪三振はリーグ新記録であり、メジャー全体でも歴代4位となる多さだった。 脱三進率こそ13.12と、前年より下がったものの、42セーブ、リーグ3位を上げ、アストロズのポストシーズン進出に貢献。特に6月21日から9月28日まで24連続セーブに成功。年間40セーブ達成は、ワグナーに次アストロズ史上2人目の快挙であった。しかし、カージナルス相手に3勝1敗で迎えた。 リーグチャンピオンシップシリーズ第5戦で、リッチは9回に、アルバート・プホォルスに、逆転3点本塁打を打たれる。アストロズは、第6戦に勝利し、ワールドシリーズ進出を決めたが、リッチは、ワールドシリーズで2敗を喫した。翌年以降もリッチの不調は続く。は、8月31日に、通算100セーブを達成したが、何度か、抑えを外され、 防御率は5.28もシーズン序盤に抑えの座をダン・ウィーラーに譲り、中盤にその座を取り戻したものの、セーブ数は2004年以降では最低の19に止まった。シーズン終了後の11月7日、リジワと共にマイケル・ボーン、マイナーリーグ所属のとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。フィリーズに移籍し、スプリングトレーニングで、 オフに手術した右膝を再び痛め、内視鏡手術を受け不安なスタート。しかし、開幕から、西武機械成功が続き、シーズン終了後に、FA となる前に、球団は7月に3年総額3750万ドル、4年目の2012年は、球団オプションで、契約延長。7月15日にヤンキースタジアムで開催された、オールスターゲームで、リッは、 延長15回に登板。2安打と四球で1四万塁で、マイケル・ヤングにサヨナラ犠牲フライを打たれて、敗戦投手になった。後半戦も連続セーブの記録は、途切れず、41セーブ機会べて成功。セーブ失敗なしで、シーズン40セーブ以上を上げたのは、エリックが2位に次ぎ、史上2人目のことであった。プレーオフでも7回のセーブ機会べてでセーブを記録。 28年ぶりのワールドシリーズ優勝に貢献した。2年間の不振から復活を果たしたリチは、ナリーグカムバック賞を受賞し、サイヤング賞の投票では、リリーフ投手として最高の4位に入った。しかしよくは、31セーブを記録したが、11回のセーブ機会失敗、防御率7点台、8敗とセーブ失敗を繰り返した。 4月18日のパドレス戦で負け投手となったため、連続セーブ機会成功がメジャー史上当時歴代3位となる47で途切れた。また、6月に故障者リスト入りした時や9月にライアン・マドソンがクローザーを務めた。1月26日、ワシントン・ナショナルズと契約をした。クローザーのドリュース・トーレンにつなぐセットアッパーの役割を任された。スプリングトレーニングで、 右肘の炎症を発症したが、開幕には間に合ったものの、救援失敗が続き、さらに4月27日には故障者リスト入りし、復帰しても不安定な投球が続いたため、6月16日の対、ニューヨークヤンキース戦を最後に6月25日に解雇された。シーズン終了後の12月2日に、現役引退を表明した。8月1日、 4年間在籍したフルスフィリーズと1日契約を結び、フィリーズの一員として正式に引退した。100メートル PH、約時速160.9キロメートル近い速球に、スライダーを交え、多くの三振を奪う。2002年のデビュー以来毎年、投球回数を上回る、数の脱三振を記録し、脱三振率が10を上回っている。 特に2004年には157脱三振を上げ、リリーフ投手の脱三振数ナショナルリーグ記録を更新した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。